はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のおっかんでーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーとやつあみこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はシャナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットな話題などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組でーす。暑いですわ。暑いですね。暑いです。うちの家エアコンがね壊れちゃって、今年は大変ですよ。ねえ、もうほんま今年大変ですよ。壊れたらもうね、サービスセンター、あ、5時までにあの電話センターあかんから収録終わってもらえます？こっち寄せ。あ、こっち寄せ。あ、わかりました。だからなんか、はい、あの修理するのにも、うん、もう部品が足らんとか。うわマジで、ぐっ、なんかいろいろ大変ですよ。あ、そうなんですね。全然聞かないんですよ。でだから、うん、あのもう何、夏本番になる前にちゃんと試運転とかしといてくださいねとかっていうのをよく言ってます。え、もうずっとあの24時間365日試運転しっぱなしでしたよ僕。だから潰れる。あれ、だから潰れる。ああそう、うん、ああなるほどね、うん、え、もう梅雨明けする、え、するした、この収録が、うん、何日、今日27日。あ、そうか、まだ6月の27日なんですけど、どこ、九州と、うん、九州と関東甲信が梅雨明けしました今日。6月27日で。東海も、東海も。うわ、えらいことですね。東京名古屋にさっき越されましたね。今までの観測始めてから史上、うんうん、一番最短、最速で、早や最速最早で、あー嬉しいですよ。え、観測史上で一番ってことですか。うん、だからね、うん、梅雨自体が21時間ぐらいしか関東でなかったです。あ、21時間って短いですね、うん。6月中に梅雨明けるなんて結構あんま聞いたことなかったですもんね。いやだからない、ないんか、うん、だから言って最早、最早ですよね、うんうんうん、あ、そうなんや。そうだから大阪とか近畿はまだみたいなんですけどね、うん、なんか降るんですかね、うんうん、まだこれからね、まだ降るのかな。でもなんかあれでしょ、なんか梅雨前線とかの天気図みたいなのあるじゃないですか。梅雨前線、何を言ってんねん。何を言ってんねん。あ、福井さんね、懐かしいわ。ようそんなん出てきますね。もうすっかり忘れてました、福井さんのことね、うん、いやいやいや、あの梅雨前線。梅雨前線が。ありがとうございます、待ってました。もう一回やってくれると思ってました。が、なんかこういう形になったらとか、なんかそんな感じでしょ。わかんない。まあわかりました。ここまで引っ張っといてわからないの。一言かよ。でも平年は7月の半ば過ぎ、うんうんうん、17とか8とか9とからへんが明けらしいんですけどね。うん、そうですよね。ね、うん、どんどんいろいろ変わってきますね。そうですね、なんか予定が変更されますね。予定予定、うん、だからあれですよ、うん、もう、うん、こんだけ暑くなって、うん、早いうちからもうこんだけ、うん、背も伸びて上がる気温がね、うん、上がってしまって、うん、ありがたい、ありがたい。上がってしまったのに、あの、あれですよ、うん、電気も今年は足らんかもしれんって、うん、もうすでに今の段階で節電してくれって言ってみたいで、関東とかでも、うん、もうなんかあのイルミネーションを消したりとか、うんうん、あの余計な、もうクーラーとかは、まあまあね、切ったら ね死んじゃうから、うんうん、あの余計な電気とかでちょっとでも節電しましょうみたいな、うん、あー、なるほどね。だいぶ消しますこれ、うん、消しましょうか。いやいや、これ LED やから大して食ってないんで。あ、ね、で、そうそう、だから電気は足らん、うんうん、で、今度、うん、そのもう梅雨が短いから、あ、水不足怖い。もうね、あの、うん、場所によってはね、ダムがねすでにもうマイナスになってきてる。じゃあ、言うても、その今年の梅雨、そんなずっと長雨続いたような印象なくないですか？特
にこうなんかうちら周辺、うん、大阪の方ってあんまりやってるじゃないですか、うん、あの関東とかは結構ほら、うん、氷降ったぐらいとかでもうスッと降るいう雨が多かったでしょ、はいはいはい、まだだからちょっとマシやと思うんですけど、うん、西の方が、うん、あの水不足がちょっと大変みたいですよ今年。西っていうのはもう大阪も含む、含むんじゃないかな。もうねその雨降ってる、うん、日本地図見てたら本当に西の方全然降ってない、うん、あそうなんや、うん、じゃあ水不足ちょっと恐ろしいですね。ですね。だからもう今年はね、うん、いろいろなんか締めていかんと、うん、ほんまやほんまや電気締めの水道の蛇口締めの、うん、大変ですね。もうでもあれちょあれですよね、なんかペットボトルとかちょっと凍っといた方がいいですよね。まあ ね、もし最悪ね、うん、まあでもそこまでにはならんとは思うんですけど ね今までもね結構そういう危機ってありましたからね、うん、あのこっちの関西の方でも琵琶湖の水がね、はい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 、もう干上がってしまってとかいう時もありましたからね、うん、過去ね。そうですよね、うん、なんか過去も梅雨明けたけど、うん、結構え明けたっていうぐらい降った時もありますやん。雨がよく、うん、夏ね、うん、7月とか8月になってからね、うんうん、だからそのあの梅雨明けの定義上はその梅雨は明けてるんかもしれへんけど、うん、雨は降ってくれることを祈りたいですね。ねえ、うん、ただこんだけなんかもう天候、うん、例えば春も秋も短くなってきたりとかしてるじゃないですか、うんうん、で台風とかももうなんか発生早くなったりとかしてるじゃないですか、うん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 、ねだって発生早くなってるというかあのこ何1号第1号とかも、うん、普通は日本に接近してきひんのに今回1号も日本に接近してきたりとかしてたりとかしていろいろなんか変わってきてるじゃないですか。予定変更されてますね。予定変更ね。だから今回 もう台風とかもね、うん、いつ来るか分からへんしね。そうですよね、うん、何がどうなってもおかしないからいろいろ備えとかんと、うんね、災害もやし、まあ、普通の日常をね、うん、運営するというか、うん、だけでもちょっと工夫が必要ですよね。ですよね。私だからあの、うん、まあれ何の時やろう、うん、あの家が停電になったの電柱ボッキー折れてあれ台風やったちゃうんちゃいます。地震でした。いや雨やけど、うん、台風やったかな。ただの突風なんかすごい大雨で、うんうん、ボッキー折れてあボッキーいたんですね、うん、でその時も、うん、だから何ハンド扇風機はい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 、でしのいだんですよ。ずっと停電やったから。あだからね、もうとりあえずなんかしのげるなんか、うん。そうですね。なんかこうなったらこうするとか、うん、B プラン C プランちょっと考えておいた方がいいですよね、うん。普通に電気が来てるっていう前提で多分生活しちゃってるから、うん、もしこの電気が止まったらとか、もし停電が起こったらとか、うん、ね。うんいろいろこうなんか B プラン作っといた方が良さそうですね、うん、でもそのこ、まあ、個人個人のね、うん、備えも大事だと思うんですけど、うんうんまあ、こんだけ大変になってきたら、うん、やっぱり国ごとでなんかやらんとね、うん、そりゃそうですよ準備ね、うん、でなんかだからソーラーとかも、うん、なんか関東の方は新築これから義務付けられるとか、うん、なんかそういう話も上がってきてるじゃないですか。あそうなんやハイソーラー大丈夫なんやろうかっていうか、うん、なんかつけたらつけた後の処理もいるわけじゃないですか。故障してもありやし、それを処分する時も兼ねるしとか、なんかちゃんと最初から最後まで安心できるパックを持ってきてくれたらいいんですけど、そうですよね。とりあえずつけろ、ウェーそう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 、今のうちにつけろみたいな、儲けろみたいな感じの世の中ですから ね。だからね、そういうなんか、うん、全部聞いて、あ、うん、なるほど、それやったらそうした方がいいよねってみんながなんか納得できることを久しぶりに言ってもらえませんかね。そうですね。って思います。って思いますね。でもちょっと今のうちに水とかはね、うん、備蓄しといた方がいいかもしれないですね。ねあるうちにね。うん、私結構ね、うん、ベランダ、うん、に、うん、焼酎の4リットルのやつ。焼酎のああペットボトルがあるんですよ。4リットルペットボトルって焼酎のやつありますよね。それに水を入れたのを何本。うんうん何本もベランダに置いてるそのなんていうのペットボトルって言うと普通の水のペットボトルじゃなくて焼酎のペットボトルって4リットルもうねそれはアミコならで普通の家では4リットルの焼酎消費しないですから4リットルででもね、うん、あれもあれでね危険なんですって、うん、光の物質で火事になったりとかそうかそうか虫眼鏡現象が起こるわけですね、うんうん、なるほどです。じゃあ焼酎に合うこのコーナーをご覧ください
シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。7月かしら。あらま、またあらとド派手ね、あなたまた。どっちが私でしょうか。つぶつぶやな、つぶつぶ。ぶつぶつやな。うん、はいはいはい。こんにちは。はい、始まりました今回。始まりましたね。ギター練習してたな。早いもんで、もう7月ですか。もう今週で、ちゃうわ。入ってんねんね。早いもので、ね、7月今、うん、7月、うん、そうね、7月入ってるわね、うん、夏よ夏、うん、もう真夏よ。真夏ね。まあまだ梅雨は明けてない感じなのかな。どうなのかな。あんまり天候の話言うのやめときましょうか。そうです ね、 ね、うん、ちょっとね、あの未来のことはよく、ね、台風とかどうかしら。台風とか来ててやめときましょ う、 危なっかしいことは、うんうんうん、ね。いや、実際にちょっと行ってみたとこのこと話していいですか。行ってみたところ、行ってみたとこというかね、うん、もうちょっと公開してからだいぶ経つんですけど、うん、トップガンマーヴェリックを見に行ってきましたよ。マーヴェリック、はい、まあ絶賛公開中だと思うんですけどね。36年ぶりのトップガン、うん、トップガン、あ、うん、トップガン見てきましたです。あ、そうなんや。どうどう。あのね、僕はもう公開の1週目かな、うん、開けてすぐ行ったんですけど。あ、そうなんや、うん、まずまあまあドラマですよ、ドラマ。うん、もうね、まずトム・クルーズも今年60歳ですかね。え、もうそんなんなんや。日本来たんやったっけ。来てました ね、 ね、バイデンさんとね。バイデンさんと一緒じゃない。バイデンさんと一緒じゃない。ジェリー・ブラックアイマーさんみたいなプロデューサーの方。あー、うん、まあね、一言では言えないんですけど、うん、ね、自身が所有する戦闘機っていうのが、ね、持ってんの。持ってるんです、トムが、うん、持ってるいうことは操縦できるんですよ。もう、ただ許可が下りなかったみたいですね、やっぱり。え、何の許可。空軍、空軍、うん、空軍のね、アメリカ空軍の許可が、うん、飛ばしていいかどうかっていう。そう、役者に運転さ操縦させていいかどうか。あ、なるほどなるほど。だからその戦闘機の免許もやし、うん、その前のミッションインポッシブルのフォールアウトという作品で、うん、最後はヘリコプター運転するんですけど、それも自分で免許と。すごいな、あの人。だから撮影なんか伸びたみたいな、ね。はあ、うん。まあすごかったですよ。ちょうどね、今回のトップガンも36年ぶりということで、うん、ちゃんと一作目のこうね伏線を回収してくれるんですよ。あれってああいうことだったのね。あ、なるほど。それだけ見ても楽しめる。楽しめます。十分、まあね、いわゆるスカイアクションですから、絶対劇場で見た方がいいですね。へえ、うん。よ、はけへん。いや、はかないです、はかない、全然。だすごいのがね、うん、CG 一切使ってないんですよ。えー、ぐすごいですよ、迫力半端ないです、うん、そんな、な、え、何年前って36年前のことやったらできひんかったのかな、うん、技術的に。技術的にね、多分それもあるでしょうし、うん、で当時はやっぱりそのトム・クルーズ以外の役者さんっていうのは、まあ実際にその、まあ、戦闘機乗るシーンもあるんですけど、うん、まあ飛行訓練とかね、そこまでは多分やってなかったと思うんですけど、うん、今回はそれ飛行機乗る役員全員、うん、G に耐えれるように、G に耐えながらこう、ね、セリフを言えるように訓練したというね。タカスクリニックもヘリ乗ってますよね。乗ってますね、確かにね。イエス、タカスクリニックっつってね、カンペおもろすぎ。あれも確か CG じゃないはずですけどね。ヘリ乗ってますよね。あれも G 耐えれるようにしたんだね。飛行訓練したんですかね。飛行訓練勝手に飛ばしたら怒られるからね。怒られるわ。トムと一緒にしたら。いやね、で何の話ですの今日は。まあね、ちょっと先のこと言えないんで、行ってきたことを言った
完璧だよね。素晴らしい。いいね、映画はね。で、ちょうど私、照明で何かわからないんだけど、はいはい、今日のお題は今日のお題は、ビアガーデン。ビアガーデン。季節ですね、もうね。季節ですね。ビアガーデン、私最近、今時のビアガーデンはすごい、料理にもめっちゃこだわってるし、空気作りとかね、空間作りとかもめっちゃこだわってるって聞くけど、私今時の行ったことないから、昔にしか。昔はね、あの百貨店の屋上でね、見たことない漫才師がね、営業でした。そうそうなんでしたけどね。あとはそれ以外の時は、野球の放送がでっかいスクリーンでやったりね。なんか提灯が釣ってあるなんか印象が。そう子供の時なんかちょっと連れて行ってもらったよ。でも食べ物言うたら、あの唐揚げとかポテトとかもね、そんな大したね、ベタなやつ。メインはもうビール飲むだけみたいな感じだった、うん、そうね、あれ僕思ったんですけど、思ってたのは、昔やったビアガーデン、今は違うんですけど、真夏の炎天下で飲むものちゃうでしょ。あ、場所的に。どっちかというと、ちょうどね、初夏とか、うんうん、もう秋口とか、うんうんうん、気候のいい時に涼みながらね、バーベキューと一緒で、うん、でわざわざクーラーないとこでね。でね、まあ、今は違うと思うんですけど、ビアガーデンのビールってね、当時そんな冷たくなかったんですよ。そうなんや。うん、ね、なかなかね、雰囲気だけをこう味わうもんで。そう、しかもさ、場所によってはさ、紙コップやったしね。これ大きいやつね、うんうん、そうなんや、うんうんうん、なんかジョッキってイメージがあるわ。あ、今はもうジョッキやんね。あ、今はそうなんや、うん、ビールメーカーの会社の屋上のビアガーデンはさすがにいいですよ。広島にサントリーとかね、ありますけど、屋上ビアガーデン、何もやってんのかな。やってんねや、多分ね、行ってみた、うん、もうさぞおしゃれな感じな。もうガーデンですよ、ガーデン、ほんまのこうなんか新緑樹ですかね。ほんまの、百貨店の屋上とかじゃなくて、うんうん、あ、そうなんや、うん、紅白の垂れ幕にステージあって漫才師がおるんじゃなくて、ちゃんとライブステージがあったりとかあ、へえ、うん、そうですよ、なかなか今のはええと思いますよね。へ、いや、そんなおしゃれになってるんだね。昔私、海に行った帰りはみんなで行ってて、はいはい、で、めっちゃ火に焼けて真っ赤っかやん、うん、あ、で、人によってはね、もうすでに痛い状態、あ、やねんけど、昔のビアガーデンって鉄パイプの椅子でビニールでこう格子になってるやつの椅子やったから、ボンボン、ボンボン、座ったら痛いの、あ、日焼けの肌に。もう座られへんくて、こんなんして、こんなんしながら飲んでる。捨てた。そうか、海行った後ね、うん、海でも飲むんちゃうの。海でも飲むし、帰ってきてからもみんなでウェーイ言って、あー、ウェーイ、どこでもウェーイ言って、ウェーイ言って、海行った後やから、うん、そんなに耐えれたな。もっと暑いところに行った後、ね、あー、なるほど、もっと暑いからな。シーンもどうせ汗でドロドロやし、今で言うとこのパリピやったんやね、あなたね。そうなん、パリピでしょ、それ。そういうのパリピって言うの。海でウェーイ言うて、うん、で、ビアガーデン行ってウェーイでしょ。基本私若い頃はどこでもウェーイ、基本パリピやったんだよね。基本、どっちもっとウェーイ。あー、怖い人、怖い人。そう、だから海水浴とか、まあ、海とかでね、の帰りとかって、僕らはですけど、基本もう海パンのままなんですよ。あ、女の子水着のままの子とか見てるでしょ。うん、いたるいたる、空いてるんや。そのまんまビアガーデン流れていったとか。そうそう、私もそうやった、結構、ね、そう、まあ、意外ときっちり着替えないというか、そう、とか車の中でちゃちゃって着替えて帰るとか。あ、もう結構だって混むもんね、シャワー室のところ、うんうん、そうやんね、うん、ただね、サーフィンやってた頃で終わった後、ウェットスーツのままでビアガーデン行くえ、あれビシャビシャなの。ウェットスーツやったね。ビシャビシャというか、まあね、乾いてくるじゃないですか、うんうんうん、ずっと着ててもね、うん、で、ウェットピースウェットスーツウェットピースウェットピースウェットスーツのね、まあ、なんやろ、こう袖なしとかやったらいいんですけど、うん、まあ、フルのやつあるじゃないですか、うん、で、ダイバーがあれって気をつけできる。できますよ、ちゃんと、こうならへん、なるやつもある。今のはまあ多分ね、いろいろ改良されてるでしょうから、ええ、うん、やつになってるとか、あれはあれで行くのはさすがにちょっと恥ずかしかった。しかも気をつけてきんよ、こうやって、うん、こんにちはビールをくださいっていう
ね、そうですよ。ね、山で行きたいな、はい、でも、ね、またね、今年もしかね、まあ、ちょっと緩くなってればまたね、行ける。料理がそんな凝ってなくても美味しく感じるし、まあまあそうですね。あ、なるほどね、そういう雰囲気で美味しくなる、うん、焼きそばとか。あ、わかるわかるわかる、うん、そうそう、ジャンプなんかね、美味しく感じるね。そうやね、あの海で売ってるやつとか絶対うちで食べてもそんな美味しいないもんね、うん、あのお祭りのあれと一緒に、ね、その場で食べるから美味しいみたいな、うん、あ、ね、うん、行きたいな、行ってウェイしたいな、ね、ウェイ、うん、パリピパリピして、うん、ね、うん、したいな、はい、今日のさ、はい、このテーマがさ、うん、もう全然真逆なのよね。今すごいオープンな話で、今度なんかすごい室内の話じゃないけど、え、どれどれどれ、あの私たちがいつもお世話になってるマック、うん、あパソコンの方ね、食べる方じゃないやつ、M2 チップマッキントッシュの方ね、そう、うん、なんか分からんけどマッキントッシュね、それそれ、そうそうそう、アップルさんね、うん、アップルさんなんか値上がりするらしいよ。どれぐらい、どれぐらいの割合で値上がりするんですか。割合、割合と、うん、なんか5万、5万上がる、5万上がるんや、ね、だから10、今やったら M1 チップので11万ぐらいで買えてるものが16万ぐらい。おー、高ー、それ高ー。まあ、うん、11万の本買う人は16万になっても買うでしょうけどね。いやでも結構今駆け込みで買ってる人が多い、うん、今って言ってももうこれね、放送からしたらだいぶ前の話だけど、うん、あ、そうか、値上がりするやつが出る前にってことか。そう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 、今のやつを買うとけ、そう、 M1 も値上がりするっていう噂が流れてるから、うん、もう M1 をみんな買いに、ああそうなんや、6月に頭に行ってたらしいよ。あ、そうなんや、うん、M1 マックでもめっちゃ早いですよね。早いね、早いけどなんか私どうも相性悪くて、なんかいつも悩まされてる。え、何悪いの、相性、なんかいろいろギガが、ギガがありません、ギガがありませんって相性悪い。そう、で、翌日朝起きたらギガ戻ってやがる。ギガ戻りましたってどういうこと、どういうことどういうこと、説明が必要ですね、ちょっとね、ちょっと説明ちょっと声出して笑ってしもてる。いや、なんか向こうが声聞こえるわね。どこがつぼった今。今日なんかあれよね、あなたちょっ とぶっ飛ばしてるわよね。ぶっ飛ばしてないわよ、普通よ。いつもなんか音の最近音なし。あ、そう、あれ帽子かぶると結構いい調子なんじゃない。帽子かぶったらぶっ飛ぶの、もういいわ、うん、なんか監督みたいな、うん、ちょっとあれね、その帽子、うんうん、ちょっとシワくちゃうね。そうだ、あなたいつもシワのこの人ね、うん、いつももう僕の服着てる服がシワ寄ってるとか折り目ついてるとかすっごいうるさいのよ、うん、まあ気になるんですよね、うん、シワくちゃ気になるよね、シワくちゃはね、さすがに、うん、シワちょっとなんとか、ね、でもあれ多分映ってへんと思うよこれ、あんまり、うん、大丈夫やから、うん、あんまり言わんといて、うん、シワシワシワじゃなくてマックの話でしょ。あ、そう、はいはいはい、ね、マックのギガがね、うん、減ったり増えたりするのよ勝手に。まあね、でもあれ多分 iCloud でしょうね、知らない、まあいいっすわ、うん、でもめっちゃ早くないっすか、あの、はいはいはい、前のマックから、まあ、もう前のがだからもうなんかイライラするもんでしょ、だってあんなノートで動画編集できるってやばくない、うんうんね、すごいよ、ね、書き出しめちゃめちゃ早いでしょ。それ以前にさ、今早いだ遅いだギガはどうだって言ってるけど、うん、数年前なんか私パソコンなんて二度と操作変わるからなとかって言ってたぐらい。そうそう、ね、だってここ手んでここ来た時怒ってたもんなんで紙でせえへんのってずっとずっと。いや違う、物事によっては紙でなんかチェックとかして別に残さんでもいいデータとかやったらさ、もうなんかその方が早かったりするのに、何でも打ち出して打ち込んでちょっと待って、その口印刷して粘入にじじじじじじ何その口。もう今はでも紙ない方が楽なんでしょ。今は今分からん、でもね、うん、何でもかんでも打つから、うん、私整理整頓ができひん人やから、その回打ち込んだやつどこのフォルダに入ってるっけみたいな。あ、そういう問題もあった。紙は、紙は整頓できんの。できひん、できひん偉そうに言うな、できひんって。身辺整理は整理できる。身辺整理はあなたたち。あーね、あーね、あ、私じゃなくてあなたたち。ね、後ろから刺されないように気をつけて。刺されないね、あーね。データのあれ何管理、うん、データの整頓、うん、とかたまにやってる自分で。だからこっちにまとめようギガがないって言ってるからやらない、知らないから。あー、そっか、やってんねんけど、今度やるためのハードディスク、うんうん、もうなんかおかしな動きになってしまってそう、あなたのねあなたのね外部ディスク全部ダメになるのよそう、どういう使い方してんの、どういうこと
いや私悪くないよ。いやいやどう、えでもあまりにもなんか確率高くない？そう、なんでよ。いやあのね、刺したまんまでマック閉じちゃうと、はい、あのノート、はい、閉じちゃうとなんかもう勝手に抜けた扱いになって不正なエラー、あーなるほどね、はい、抜き出しとかっていうのが出て、はい、もう次の日からは一切データが読み込めなくなった。へ、うん、あそうなの。あれ私のせいちゃうの。あれだって今まで会社で買ったやつ、うん、ほぼ 100% 壊れてるよ。壊れてる、 100% 壊れてるよね。壊れてる、壊れたことないねんけど。ほんで、うん、また別のやつ買ってもらったら、うん、1テラあんのに、うん、データ500も入れてへんのにもう満タンになったっての。なんだそれやと思って。え、今、この間何フォーマットしたやつ、フォーマットしたらいけた。いけた、うん、あ何の業務連絡してんねんね、ここで。まあね、Mac に限らずいろんなもん値上がりしてますけどね。確かに家計に厳しくなってきてますけど、ね、パソコン系のね、ああいう、うん、なんていうのチップもほら、うん、今値上がりしてってるから、うんうんうん、でもダブルパンチをね、ね、まあ、食品もですし、うん、やっぱり食品もそうそうそう、ガソリンもそうだし ね、 ね、ガソリン高いの困るね。まあでも値上がりだけじゃなくてさ、うん、今年の夏はさ、うん、関東の方とか、うん、電力不足になるかもしれんとか言ってるのか、うん、あーそうやそうやそうや、ね、計画停電するかもしれんとか、うんうんうん、あんな冷蔵庫止められたらたまったもんじゃないね。お前アイス食べられへんわ。ほんまやドロッドロ。ちょアイス買いに行こう。 OK、 またね。ありがとう。アイスってエアコンのが心配やろ。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいということで ね、はい、暑いですけど、ね、だからね、あの前半でも言いましたけど、うん、そうやって私はベランダにお水溜めてるけど、うん、それはそれでそういうなんかぼやを起こさないように気をつける、気をつけると、ね、大丈夫しやんといかんし、うん、あとほらその備えたりとかしてガスボンベ買ったりとかしてる家もいっぱいあると思うし、うん、その扱いとかもね気をつけた感じですね。いろいろ大変ですね、うん、うちもなるだけあのお風呂の水はね、うん、あの貼っとこうかなとか思いますね。もし万が一ねトイレとか流せようになったら大変ですから ね、うん、まずはね、うんうん、最低限のお水は必要ですよ ね、入れ替える時に初めてこう出すようにするとかね。そう、飲み水と別でね、うんうん、もう B プランでね、それはね、うんうん、飲み水は絶対いるし、うんね、ペットボトルちょっと凍っといた方が良さそうかもしれない。まあ、どっちにしてもね、うん、これから熱中症とか危険なんで最後に予算取らんと飽きませんからね、飽きませんからね、うん、ということで、はい、今週もたっぷり水分取ってまいりましょう、はい、バナナ TV